It's so easy to see that you're in love with me. Carve your name next to mine on that big old tree. It's how you want it to be. Bring me things from the store. 怪しくない？なんか怪しいです。怖っ。おはようございます。おはようございます。ただいまの時刻が3時34分です。久しぶりのかなりの早起きだね。早起きすぎるね。で、なんでこんな早起きしたかっていうと、今日は太平洋側があまり波が上がらない予報だったので、今から日本海側向かいたいと思います。イエーイ。2人とも顔パンパンです。6時着ぐらいがいいか。はい。やだ、ちょっとだけ、まあ、6時半着にしよう。1時間ちょっと余裕があるみたいな。はい、わかりました。どっかでコーヒーも買いたいし、ということで今から向かいます。行きます。行きます。なんか怖っ。あ、ついてみて。あ、おお。あるね。できそう。あ、いいじゃん、あそこ見て。うん。すごいね。正直、うん、入りたくない。寒くて入りたくないですか。てか無人だね。じゃあ寒いけど、せっかく来たし、で波も全然あるしね。1ラウンド入ろうか早速。はい、入ります。ほらもう震えとるもんね体。寒い。わあ、楽しみです。普段違う場所で入ってるからね、ワクワクするね。じゃあ1ラウンド目準備していきたいと思います。嬉しいようになったね。うん、あと3ぐらいだけど。あ、太陽出てきた。わ、太陽出てきた。じゃあ今から入ってきたいと思います。1ラウンド目楽しみましょう。Give me some love, give it all. It's filthy.
疲れ様です。お疲れ様です。サーフィン終わって一回寝て車の中で、うん、で波が良くなるかなって様子見てたら結局サイズも下がってあんまり良くなかったね。最後はウェットも2枚持ってるけど1枚忘れてきちゃったんだよね、家に。だから今は帰ってます。ただ夕焼けめっちゃ綺麗。最近夕日すごいよ。本当に綺麗だわ。めっちゃ癒される。で、節約のために帰りは下道で帰ってます。何時間？3時間半。3時間半違う、3時間15分か上で、あ、違う、3時間いや3時間45分とかじゃない？多分4時間近いね。きつ。今日の波はちょっと私にはハードでした。どうハードだった？なんかパワーがあって、なんか私の乗る位置が多分ダメだったっていうのがあれなんだけど、結構飲まれて終わったりとか、いい波乗ったのに結局あんまなんかね、ちょっとパワー負けしてこけちゃったりとかもしたから、あのもう大反省会やね。まあでもそういう波があって、うん、ようやくいい波に乗れる日が来るんじゃない？まあね、冬は修行だと思って頑張ろうよ。そうだね、絶対生きるから夏に。でもなんかお昼寝するのには最適なさ時期だよね。まあ、ちょっとポカポカして車の中ちょっと暖かくて、冷えた体を休めるには車の中のこの車中泊ベッドが最高だよ。最高に気持ちいいよね。来週はなんかご飯食べ、あ、焼肉食べたい。うん、じゃあいい波乗れたら焼肉食べに行きます。いいよ。はい、私史上最高のライディングを来週はできるように頑張りたいと思います。はい、じゃあこんな感じで動画を終わらせたいと思います。はい、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。またね。終わらせる、二人で頑張って。それだいぶ外に飛んで撮ってくる